ははい皆さんこんこにちは認知症改善プログラム山代です今日もよろししくお願いします、えー、今日は手続き記憶ということについてお話ししたいと思います。手続き記憶とは長期記憶の一つで、えー、技能や、えー、ノウハウですねそういったものを、えー、体で覚えたものを、えー、記憶している、えー、機能を言います。例えば自転車に乗ったりとかですね、えー、包丁でりんごの皮をむいてみたりとか えー、そういったことが、えー、認知症が進んでいるにもかかわらずそういった器用なことができたりする方がいらっしゃいますこれを手続き記憶と言います、えー、通常の記憶とはちょっと違った面があるんですけども気をつけなければいけないことは、えー、環境を変えないことですねその手続きとかそういう状態で覚えている全体で覚えていることが多いわけですから例えば、うん、椅子を変えた見たりとかするとじゃどうして椅子が変わってるんだろう 知る自分が知らない間に椅子が変わってるというふうに混乱したりするんですね。そししててで、まあ、できなくなくってしまっまたりすするわけです以前あったのは「トイレに入る前に我慢してらっしゃるんですね」で「どうしたんですか?」ってお聞きすると「髪、えー、がない」とおっしゃるんですね。 まあそうなんですけど認知症の方だったらトイレを済ませてから髪がないって普通言いそうじゃないですかでもその方はそういうふうに髪を確認してからトイレを利用するということを一つ自分の中に決めて覚えているわけですねだからその髪がないからトイレを我慢しているわけです非常に不思議な光景ですけども、えー、そういったふうに記憶に刻まれているわけですで一つ気をつけなければいけないことがあって、えー、我々は、えー、まあ これ専門の介護職の人でもそうなんですけどもあの感情論でで、えー、受け止めてしまうというとといころがあるんですね例えばうーん、まあね、道,具道具っていうか、まあ、その椅子が古いから新し,くし新しくしてあげましょうとか、えー、そういうふうに考えたりとかしがちなんですけども、えー、実を言うと、えー、そうじゃなくてその人には、えー、そのままの方がいい、えー、その人の目線に立って考えないとわからないことがいっぱいあるわけです。 で、そういうのを間違うと、えー、間違った。その対応してしまうわけです。うん、他にも例えば例を言いますと。とえー、徘徊がありますよね。で、徘徊も同じ徘徊でもアルツハイマーのえー、徘徊とそれから、えー、前頭葉側頭葉型の徘徊とは全然意味が違うわけですね。 前頭葉側頭葉型のえ徘徊であれば、えー、突発的にそのうろうろするわけですねそのエネルギーが溜まってるというかあのうろうろするわけですですから飛び出したりとかそういう危険性があるので、えー、それは止めなきゃいけなかったりするんですけどもでもアルツハイマーの、えー、徘徊っていうのは分からなくて身近分からなくなって で下しておられるので、えー、丁寧に説明してあげたりとか連れて行ってあげれば、えー、それで済むんですけれども、えー、これを2つを同じようにして、えー、危険だから危ないからといって,言って、えー、一応に接するとアルツハイマーの方なんかはびっくりするわけですねでまたびっくりして、えー、それに意味が分からなくて、えー、まあ怒ってしまったりとかそういうことがあります、えーまあ、私たちは、えー、そうやってまあ 感情論じゃなくてその内容をよく見てその人を知らなければうまくいかないということですね私がなぜこのようなことを言っているかといいますとそういったいい加減な判断でものを見ると違うことをしてしまうわけですねですからその人の症状というものをなぜそのようにやっているのことをするのかということを分かってやってないと 間違ったことをしてしてまうわけですねでそれはあまりにも感情的な面で捉えすぎてやっているがために本当に間違ったことをやって相手を怒らせてしまったりとかかえって認知症を悪化させてしまうということがありますですからその辺ははっきりとしてやらないとあんまり意味がないと思います。感情論捨ててちょっと勉強してみましょう感情論も、まあ、感情っていうのはなかったらそれは無理ですけど そういうい気持ちを置いといて冷静に勉強してみるのもいいのではないでしょうか、はい、では次にですね記憶の種類どんな記憶の種類があるのかということについてお話ししたいと思いますまずですね記憶は長期記憶と短期記憶に分類されます長期記憶にはどんなものがあるかといいますとエピソード記憶と意味記憶に分かれます 詳しししくはは後ほど説明したいいと思います。そして短期記憶はワーキングメモリーです。ワーーキングメモリーとはどういうことかと言いますと例えば電話をかける時に電話番号を覚えてかけたとするともうかけてしまうと忘れてもいいわけですねそういった短期間の記憶ワーキングメモリーと言いますメモをするといった感じですねこれをワーキングメモリーに含まれるかどうか分かりませんけども 即時再生はこれはアルツハイマーなどはできます、えー、でもレビ正体とかはの方は即時再生が苦手です一つを覚えてから短期記憶で覚えてからなんか他のことをするわけですねちょっと話をしてみたりそれからさっきの言葉を思い出してみてくださいと言った時に答えられないのがアルツハイマーの特徴です、はい、次に長期記憶に入りますね長期記憶の 真実記憶これは意識の中にある記憶として分類できるんですけども1つ目がエピソード記憶エピソード記憶っていうのは情動記憶っていうやつですねこれは思い出というやつですね誰されさんとどこどこに行ってどういうことをしたとどういうものを食べて美味しかったとかそういった記憶がエピソード記憶になりますまたですね感情を伴う記憶ですので例えば怖いことがあったりするとそのことを 思い出したりすするわけですけでども、同時にその怖いことがあったということを覚えておいて次に同じようなことがあったらその危険を察知するどのようにするか判断するというふうな機能がありますですから関係するようなことがあるとびっくりしたりトラウマとかもこういった仕組みで成り立っているんじゃないかと思います次にですね、この 感情を伴う記憶っていうのは特に強烈になります。ます。扁桃体とそれから会話を同時に介して頭の中に記憶されますのですごく印象的で強い記憶として残る傾向があります。嬉しいことも悲しいことも思い出すっていうのはこういったエピソード記憶の影響です。で次に意味記憶というものがあります。 で意味記憶っていうのはどういうものかと言いますと、知らないに覚えてる言葉ありますね。例えば動物園に行ってキリンを見たあれはキリンだとかゾウだとかあとはものの名前ですよねいつ覚えたかわからないけど、まあ、バナナとか、えー、果物の名前とかそれを言えるわけですけどいつ覚えたわけでもないわけですで。こういったものを意味記憶と言います。でこれが、えー、できなくなると結構前頭葉側頭葉型の認知症の方は非常に多いんですけども。 こういったものが、えー、機能が失われると本当に、えー、分裂したようなえー、わけのわからない行動をとったりとか、えー、言葉の内容が通じなくなったりしてしまいます、えー、大変困ったことになってしまいます。はい、次に、えー、非陳述記憶の分野に入ります。非陳述記憶というのは？はい、あの記憶にない。 えー、記,憶記憶にない意識にない記憶の分類になります。でどういうものかといいますと、えー、例えば自転車の乗り方これ理屈で覚えてるわけじゃないんですけども、えーまあ、さっきも前に説明しましたけど、えーまあ、覚えて体が覚えてるところですね、えー、こういったものそれとか楽器の演奏とかもこういったものに入るんじゃないでしょうか。はい、それと次にフライミング記憶。 これは、えー、例えば最初に「りんごみかん桃」で「す」「丸、か」で「丸の字は何ですかというと「すいか」っていうのを答えるのは結構簡単なんですね。でも、えー、同じように、えー、前に例えば3つぐらい、えー、文章があるとすれ、ねえーえー、ばそうですね。 例えばアルツハイマーが何々アルツハイマーが何々言って文章を書いた後に次にアルツマイパーがって書いてもその字を同じようにアルツハイマーと呼んで見逃してしまうようなこういった記憶ですねこういったものがプライミング記憶と言われています残りの2つ古典的条件付けと非連合学習は2つでとても難しいので また別の機会があったらお話しすることにします。今日はどうもご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。